いらっしゃいませ。こんばんは。大型犬でございます。よと、プロジェクトカズ2。いよいよインディカーシリーズ最終ラウンド、テキサスモータースピードウェイ。これもスピードの乗りそうな恐ろしいレイアウトだね。もうね、昔の僕だったらね、なんだ簡単そうだねみたいなイメージなんだけど、もうこのプロジェクトカーズ2でのインディーカーのね、この乗り口というか緊張感を体験してしまった後ではまずね、ストレートらしいストレートがない。うん、ずっと回ってるって考えるとこんなに恐ろしいことはないね。やっていこうかね。いや怖いぞ怖いぞ。8周ってことは結構長いんだね、1周ね、きっとね。よし、やろう。あれワールドランキング見るとそうでもないな。この人が極端に速いのかな。いや怖いなこれね、テキサスって勝手なイメージだけど、なんか空気乾燥してそうじゃないね。さあさあ、まずはこの状態で22ラップもいらないよ。ひとまず5ラップ分ぐらいにして、5ラップ分ぐらいにして、ギア比もこんなもんでいいかな一旦ね。ちょっと走ってみようかね。どうなんだろう、もっと、あ、ダウンフォースあれか、本線に移るときに前回ね、上げちゃってるから、こんなもん大丈夫。怖いな。よし、やってみようね。どんなもんなんだろうね、コーナーのバンク角と厳しさというの、そのなんていうの、角度、うん、バンク角とコーナーの曲がる角度によってね、本当にセッティングもう全然違うよね。まあ、なんていうのかな、このマシーンが走れるギリギリでね、走んなきゃいけないから、そら変わるんだけどね。あ、よよ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 よ、そうなりますか。どうもこんにちは。わかんないね。ちょっともう一回やろう。いつものなんだろうね、慣れないね。もうこのインディーシリーズで予選からね、ピットアウトした瞬間ってお決まりの絵になりつつあるけどね。もうちょっと落ち着いてね。うん、やっていこうね。はい、こう、ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり出ていきましょう。タイヤも冷えてます。どっから出ていいんだ、こっからか。さあ、行くぞ。あれ、まだいいんだよね。さあ、どんなもんかな。あ、思ったよりきついな。あ、すごいバンク角だな。おー、怖い。あ、曲がんない曲がんない。ちょっと引っ張ってくれ。こっちのコーナーは意外といけるのかな、もしかしてね。うわ、大混戦じゃないか、こんな走れない。やめてやめてやめて。ああ。はい、存じ上げております。どういうセッティングが正解なんだろうね。もう少しギア比ね、なんていうのかな、ショートにした方がいいのかな。まあ、それどころの話じゃないか。ひとまず一周走ろう、ね、いつものね、インディーではいつものキーワードの、あ、僕のタイヤが落ちてる。あれいつかな、そのどこだっけ、あれね、サーキットコース走った時に、なんか走りながら僕、あ、誰かやったな、ウィング落ちてるぜとかって言ってたけど、全然僕のだよねあれね。あとでね、見返した時にあれ全部僕のじゃんと思って。おー、怖いな。コーナーのたんびに喋れなくなります。うん、さあ、ここからだ。あ、大丈夫大丈夫、遅いよ。怖いね。
わすごい怖い。ハンドル切りすぎだな。もうちょっとちゃんと滑らかにステーリング切ってあげないと綺麗に曲がってくれな、いや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 、くれなそうだね。ろくにアタックできない一周はなんとか走れたけどね。あ、でもちょっとずつ路面にタイヤ跡がついてきたからね、多分少しずつラバーが乗ってきてるのかな。次の週ちょっとアタックかけてみようか。怖い怖い。こんな状態でタイムを出せとおっしゃる。頑張ります。いや、いっぱいいるよ、いっぱいいるよ。これどうする、どうする。アウト行く、アウト。行き場がない、行き場がない。ダメだ怖いって。はいはい、ちょっと もうちょっと走ろうか。セッティングはね、もう少しオーバー気味でもいいのかな、わかんないけどね全然攻めきれてないから。どっちかな、フロントのダウンフォースを少し上げよう。 0.5 だけね。もう相変わらずマイナスの意味がわかんないけどね。ウェイトジャッカー、あー、どうしようどうしよう。いやー、でもあんまいじんねえ方がいいな。ね。いやー、いいな。ちょっとあんまりね、馴染みのないウェイトジャッカー、ちょっと説明読んでみようか。ウェイトジャッカーは、車体のクロスウェイトバランス。あ、なるほどね。値を上げると、右フロントと左リアの荷重が増える。左曲がりのコーナーで、進入時のアンダーステアと脱出時のトラクションが強まる。あ、そう。下げると、ハンドリングが緩くというか、まあ、ルーズっていうのかな。はあ、面白いね。初めて見ました。このウェイトジャッカーって意味をちゃんと読んだのが初めて。なるほどね。どうしようかな。1個下げようか。ね、マイナス3だったらマイナス4にしてみよう。んで、あとどうしようかな。ほんの少しオーバーにして、まあさっきダウンフォース調整したから、これで一旦行ってみようか。よし、乗ろう。あと8分しかない。だらだらやってる時間はないね。出れないよ。誰か来んのかな、この人のアウト待ち、ひょっとして。いや、時間ないんだよ。出ようよ。あれ、ちょっと出よう。何してんの出ようよ。もしもーし。もしもーし。あれ出ない？ちょっとすごい待ってるけど、ちょっと待って。ピットボックスに戻る、乗る。あ、ダメだな、やっぱり。あれ、あんたどうした？ん？どういうこと？どういうこと？出れないのかな、私は。あれ？こういうことってあるの？いや、待つよ。君が待てって言うなら、君が待てって言うなら待つけど、これ、出れない。多分一生出れないパターンかな。それとも前の人がちょっと右寄りに止めちゃってるから、それが邪魔ってこと？ね。ちょっといろいろやってみます。行ってきます。ただいま帰りました。見て、ポールポジションだ。これは嬉しいぞまあ散々というか、まあ4戦もね、この車に乗っておきながら、ウェイトジャッカーだっけ、合ってる読み方のセッティング項目、あれすごいねね、ちょっとアンダーだねなんて言ってたけど、あの項目ちょいっていじくったらね、素晴らしいバランスになった。おー、すごいね。やっぱりこういうオーバル専用の車だからこそ、オーバル専用でがっつり効くセッティング項目っていうのがあるんだね。ちょっと後でウェイトジャッカーって詳しく調べてみたいと思います。ね、勉強になった。ああ、面白い。よーし。じゃあいよいよ、もしね、これで殿堂入りができたら、
もうこの50パート以上やっているプロジェクトカーズ2のね、僕の実況も一旦卒業ということになると思いますね。いいよねはい、じゃあ頑張ってやってみようか。ドキドキするなこれな。レースに進む。で、燃料見ようね。8周が、コース8周だったよね、確かね。で、そう、これ、ウェイトジャッカー。ウェイトジャッカーであってね。すごいね。どういう仕組みなんだろうね。左フロント、右フロントと左リアの荷重を増やす。で、もしくは減らす。対角線の荷重を増やすの、どうやってんだろう。ね、ちょっと後で調べます。うん。で、8周分積んで、まあ念のため9周分積もうか。随分回すからね。で、気になるのが、ラジエーター開口部。うん。ね、これが、いつもね、水温がすごい上がっちゃうので、ちょっと 10% だけ上げようか。ね。ね、決勝でやんなよって話だけど予選でやっとけよっていう話だけどね。さあ、いよいよインディカー最終ラウンド、最終戦だね。卒業をかけてこんだけ言っといてね、殿堂入りできなかったらすごいショックだけどねやっていきましょう。よし、やっていこう。さあ、いつもの通りローリングスタートだけれども、ここはね、スタートはいつも抜かれるからね。うん。うまいスタートがとうとうわからなかった。うん。ベタ踏みですぐシフトを上げるぐらいしか。うん。抜かれたね。2台か。まあまあいいんじゃない？あとは無理せず抜いていこう。うわ、イン来てるな。ちょっと待って。随分じゃん。怖い。怖かった。怖い。お、綺麗に抜けたな、意外とね。ほら、すごいスムーズに曲がるね。まあちょっとそのダウンフォースをいじくってオーバーステア寄りにしたっていうのはあるけれど、それでもだよね。うん、とっても気持ちよく曲がる。あとはちょっと確実、このコースだと多分すぐバックマーカーっていうの、周回遅れが来ちゃうよね。なので気をつけないと、本当走行だけは気をつけないとね、悲しい未来が見えちゃうので。あ、まだ全然ラインに乗せられないけど、僕今回ね、あのコーナーは一回外膨らんじゃっていいと思ってます。無理してね、スピード落としてあのラインを突こうとするよりも、一回、まあ残念だけどね、外にぐわっと膨らんじゃって、あのバンクの坂を利用して減速しつつね、で今度は坂を逆に利用しつつ加速していくっていう方が楽、結果走っていて。ここからね、ぎゅーっとこう下りながら走った方が僕は楽なので、あれでいいかなと思ってます。あ、もう半分終わった。あ、そっか、8周短いんだね。案外すぐ終わっちゃうな。いや、これはいいぞ。大丈夫か、バックマーカー出てこないか OK。 OK。 ただプッシングハードだよ今ですらプッシングハードだよ。これ以上の差をつけるっていうのは、僕がペースを温存していると思っているのかなピットの人はね限界です。目がだいぶもう乾いてます。しっぱしっぱです。あ、でもだいぶ路面も黒くなってきたから、そろそろ乗りやすいかな、ラインには。そっか、ラジエーター開口部を少し広げたので、ダウンフォースが弱まるって書いてあったよね。どこにあるんだろう、これエアポッドってね。そんなのも知らずに乗ってるのかって、なんか怒られそうだけどね。さあ、あと一周。やばい、怖い、失敗した。いるぞ、後ろ来るぞ、これ怖いぞ。ちょっと集中します。ニートの差を広げておきたい。うん、分かった、頑張る。ファイナルラップだ。あ、怖い、ドキドキする。殿堂入りがかかっていると思うと余計ドキドキするね。
因果はいるぞ、来るなよ。俺は勝ちたいんだ、ぶつけたくないんだ。それが今最優先なんだ、来ないでくれ。怖い怖い、どうだ、よっしゃ。0.4 秒差すごいね。いや面白かったな。いやあのね、半端なく難しいけど、まあ、パッドだからっていうのもあると思うけどね、半端なく難しいけどね、瞬きする暇なくて、あの今手元にね、あの潤い系の目薬がありますポチポチ刺しながらね予選走ってたんだけど、いやこれ面白いね、素晴らしい。まあいいや、結果見よう。さあどうだ、殿堂入りできたのかだね。まず殿堂入りができていたらプロジェクトカーズ2収録卒業だけど、どうだい、1位、ひとまず1位。いや嬉しい、インディーで1位。あ、鳥肌、ちょっと鳥肌立ってます。嬉しいな、あー嬉しい。それでだ、殿堂入りができているのかな。インディーカーシリーズで優勝した。ほいで、あ、ドキドキするな、見るのドキドキするな。障害目標ドン、やった、殿堂入りです。あ、また鳥肌立ってる。安い鳥肌だなあ、嬉しい。ああ、いやー、ありがとうございました。まあ、急な感じに見えるけどね、僕の中で殿堂入りしたらシーズン1終了かななんて思いながらねやっていたので、まあシーズン1ってポロッと言っちゃったけど、うん、うん、いやね、始めた当初はね、そもそも最初の方でお伝えしたと思うけれども、プロジェクトカーズの1でキャリアの1個目カートをね勝てずに僕はそっと乗した人間です。まあもちろんその時もパッドだったんだけどね、うん、これはもう僕の入れる場所じゃないな、僕が入っていい場所ではないなっていうね感覚でプロジェクトカーズ1を閉じた人間です。それでもプロジェクトカーズ2変わらずパッドで、まあコントローラーのセッティングね、感度セッティングを出すのにものすごい時間をかけたけれども、なんとかね、こんな素人のおじさんでも難易度60、攻撃性50だっけ、標準設定のまんまですけど殿堂入りをすることができますというのを皆さんにお伝えできることができて、お伝えすることができてよかったなぁと思います。で何よりね、いや面白いよやっぱりこのゲーム、まあゲームじゃないな、うん、あのプロジェクトカーズとフォルツァの比較動画というか音声というかの方でもねお話しましたけど、フォルツァは最高のゲームで、プロジェクトカーズ2は最高の学び、うん、レーシングドライバーの何て言うのかな、その環境とか経験エクスペリエンスっていうものを学ぶためには最高の場所だと思うっていうふうにお伝えしました。だけどその答えは今も変わりません。相変わらず難しいし、ものすごい緊張感、ちょっとでもこっちがインプットを間違えると、間違えた分だけアウトプットが変わって未来が変わっていく、ぐるんぐるん車が回ったりね、インディーだと5回転しました、最高空中をねとかあるんだけれども、乗った全ての車で、あ、この車はこういう難しさがあるんだねっていうのを今思い返せばね、まあ、前半は必死なだけだったから気づいてることに気づかなかったんだと思うんだけどね、うん、特にこのインディーでは僕が今までフォルツァでは体験することができなかった緊張感、難しさ、面白さ、セッティング項目もそうだね、ウェイトジャッカーなんてね、うん、いうのを本当にね素晴らしい経験として体験することができました。どうかね、このプロジェクトカーズ2まだお持ちでない方、フォルツァだけをやってらっしゃる方、それとも両方も持ってない方、まあ両方持ってない人でこのパート50いくつまでご覧いただいている方がもしいたら、ありがとうございます。うん、本当に嬉しいけどね、どうぞやってみてください。フォルツァでもプロジェクトカーズでもいいです。でプロジェクトカーズやってみたいけど敷居が高そうだな、敷居が高いちょっと意味が違うかな、難しそうだなって思ってる方、どうかね僕を見てください。アラフォーのサラリーマンが
パッドで脇の下とかをちょっとびちょびちょにしながら必死に走って殿堂入りができましたね。楽しかった。まあね、あのまたねフォルザみたいにふっとシーズン2なんて言いながら残りのレースをやる日が来るかもしれないけどね、まあ今はちょっとその予定は立てていないので、どうかこの辺でプロジェクトカーズ2のシリーズを終了したいと思います。ああよかった、うん、大変楽しかった。本当はね、僕の予定ではあの1個もティア1のね1位を取れずに、あのまあ著作権エラーとかになりそうだけど、本当はねオフコースのさよならかなんか流しながら謝罪しながらね終了ですって言おうかなと思ってたのまあだけど幸いね、こういうことにこういうことでこういう形でお送りすることができて何よりかと思っています。はい、じゃあそろそろお別れです。大型犬がお送りするパッドで頑張るプロジェクトカーズ2実況、ご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。